けいこさんから今ですねコメントが入ったんですけれどもこちらのコメントですねすごく僕激しく同感しましたねうんあのすごく運命的なものも感じましたしええー、それのように僕は思いますのでちょっと読んでいきたいなと思いますはいえけいこさんかぶくんこんばんは、えー、鳥のオリンピックにも、えー、にもしもまおちゃんが出場していたら 荒川選手が出場できなかったかもしれない上にもし荒川さんじゃなく真央ちゃんが金メダルを取ってしまったら閉鎖中のアイ,アイスリンク仙台は営業再開、えー、されなかった可能性が高いんですよね。いやこれを聞いて皆さん、ちょっと,ドキッとしませんかね、僕はあのドキッとしました、なぜかというと、えー、羽生選手の練習場所が奪われる可能性があるからです。 はい、ええー、まあもしもですね、あのアイスリンク仙台アイリンのリンクがあのー、ねえー、潰れてしまったらですね、あのー、羽生選手は活躍できなかった可能性もあるし、あのそれから安倍安倍奈々み先生も、えー、他のリンクに移らなければいけなくなってしまいます。はい、なのでもしかするとあのー、羽生選手が登場してなかった かもしれれまませんよ、うん、そう思う思思ととこれは非常につながっていると思いるす荒川さんはこれ金を取ったからこそアイリンの営業再開に繋がったという可能性はこれは大きいと思うので、うん、やっぱあのお金的にもねいろいろこう助かったりする部分があったりしますからねだからまあそういった意味でまあつ繋がってるなっていう感じがありますね。 うん、荒川静香さんの金メダルのおかげで、羽生選手の活躍もできたのかなという部分もあるかなと思いますので、まあ、そういうのって本当に大事だなという感じがしますね。うん、はい えっと荒川さんの金メダルのおかげで、羽生選手が練習を再開できた経緯があるので、えー、そうなると、もしかしたら今の羽生くんの活躍もなかったのかもと思うと、えー、感慨深いですよね。当時は練習ができなくて、相当苦労したらしいですし、すべてはつながっているんだなと、えー、真央ちゃんを応援していた自分がいましたが、トリのオリンピックではそれすらも運命だったのかなと、私は妙に納得しています。 いやそうですね、本当に、うん、あの浅田選手がもしトリノオリンピックに出ていた場合、奇妙な選手も出ることができるんですよね。はい、で、まあ、結構、奇妙な選手が出てきてから真央ちゃん、なんかちょっと苦しみ始めてるかなという印象もあるので、まあ、どうでしょうかね、その時の世界ジュニアはちなみに真央ちゃんが負けてるんですよね。うん、なので、まあ、確実に金を取れていたかどうかも分からないですし、 えー、あれですけどもね、はいまあ、運命だったかなっていう感じはしてます。うんまあ、僕も、ね、個人的にはこのコメントを読んだ後、まあとに、あのー、もしかすると羽生くんが活躍できていなかった可能性も、ね、あるかなと思うと、えー、なんか運命的なものが、ね、感じましたんで、うん、なんかすごいなって、ね、思いますね。はい